皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2022年公開の、ドクター・ストレンジ、マルチバース・オブ・マッドネス。現代、ドクター・ストレンジ・イン・ザ・マルチバース・オブ・マッドネス。監督はサム・ライミ。脚本は、ジェイド・バートレットとマイケル・オルドロン。主な出演は、ベネディクト・カンバーバッチ、エリザベス・オルセン、ベネディクト・ウォン、など。ある禁断の呪文を使ったことで、マルチバースの扉が開いてしまった。変わりつつある世界を元に戻すため、ドクター・ストレンジは強大な力を誇るワンダに協力を求める。しかし彼らの力だけではどうすることもできない、恐るべき脅威が迫っていた。というストーリー。ドクター・ストレンジの第2作にして、マーベル・シネマティック・ユニバースの第28作。良くも悪くも変化球な内容で、なるべく先入観なしの方が楽しめる。予想以上にホラー要素が多く、MCU としてはちょっとやりすぎちゃった感があるシーンもあるので、好みが分かれるかも。スパイダーマン、ノーウェイホームの後に続くストーリーだが、ワンダの現状などはドラマシリーズのワンダビジョンを見ていないと分かりづらい部分あり。MCU 以外の他マーベル作品からのカメオ出演は楽しいが、もう少し話に厚みが欲しかった。ということで、評価は。Thumbs up!